どうもピピンエピ生き物チャンネルです。今日はですね、ヘラクレスオオカブトムシアマゾニコケットのですね、幼虫をですねボトルの方に移していく動画になります。一応ですね、うちには9頭、卵からいただいたアマゾニコケットの幼虫がおりますんで、こちらをですね、ようやく800のボトルにですね、こちらでございますに、とりあえず入れていこうかなと思います。はい、まあ全部ね生きてると思うんですが、一応生存確認も兼ねてやっていきたいと思います。はい、でまず1頭目ですね。あ、余裕ですね。うん、生きてます。今回はまあ初っ端ということで、まだグラムとかはですね測らないでいいかなと思います。もう順調です。順調ですね。久しぶりにヘラクレスの幼虫見ました。順調。まだ2例ですかね。はい、ではここに入れてちょっとだけかぶしときますか。はい、こんな感じで10頭やっていきます。はい、では2頭目です。あら、マジか、いなくなってる、消滅ですね。マジか、そのパターンもありか。ちょっと2頭見なかった。これは糞があるから。あ、いますね。 OK。 さっきと同じぐらいですね。2頭目無事です。よし、ではさっきの3投目か、4ですね。よし、みんな同じサイズだな。なんかちょっと大きい気がする、頭。はい、ではこれ、はい、次は、あ、これなんか怪しいな。あ、結構あれだな、落ちちゃうのかな。血統ものはやっぱちょっとわからんな。大切に育てないと。あら、なんということでしょう。これ卵から孵化してないのかな。おかしい。うん、卵でねいただいたんですよ。ちょっと卵から孵化してないやつはもうダメなんだな。孵化したやつは大丈夫なんだな。しょうがないですね。どうしても卵での輸送だったんでしょうがないか。はい、生きてます。今生存者が4頭ですね。4頭生存してます。大丈夫です。あー、これ
卵から孵化してないっすね。なぬ。これは餌食ってるから大丈夫でしょう。あ、オッケー。おっと、やばいな。大丈夫かな。5頭です。アマゾニコ血統5頭でした。まあ大丈夫でしょう。これをね、これを大切に育てていこうと思います。マットはですね、月夜のキノコ園さんのキノコマットを使って、育てていこうと思います。はい、では今日はですね、ちょっと短い動画になると思いますが、一応生存確認ということでアマゾニコ血統、マット交換していきました。5頭の幼虫を大事に育てていこうかなと思います。はい、もしですね、このチャンネルちょっと興味ある方いましたら、ぜひチャンネル登録してみてください。はい、では次の動画でまたお会いいたしましょう。